はじめに「新プラットフォーム思考リーダーになれ」誰でも実践可能な「組織を動かす思考法」「たった一人で組織を動かしていくことができる思考法があります」というと「そんなの嘘だ!」と信じない方も多いと思います。 しかし、Google、マイクロソフト、アップル、楽天などの ICT、インフォメーションコミュニケーションテクノロジー企業は元より、パナソニック、ソニー、トヨタなどの世界的な大企業も、はじめは、たった一人、もしくは二人が、思いを持って創業した会社であることはご存知の通りです。それは、一部の天才的な企業家だからできたのだろう と多くの方は考えるでしょう私もずっとそう思っていましたしかし違います JR 東日本のスイカソニーのプレイステーション私が NTT ドコモのアライアンス担当部長として担当した i モードやお財布携帯などももともとはたった一人のアイデアが2人3人と周りを巻き込みながらやがて大きな組織を動かし 多少も動かすことによって成功に結びついたのです。大切なことは一人で走り出す前に自社、自分が何をしたいのか何をすべきなのかをはっきりと認識した上で本オーディオブックでご説明する自社、自分のプラットフォームを作るために何が必要かを考えることです。そして自分ができるのはどこまでで。 何ができないのかを明確に意識することなのです。その上で、自分ができないところをできる人に助けてもらうスキーム、仕組みを作り上げるプラットフォームの設計図を書くのです。私自身、大学卒業後、日本工業銀行、現、水保コーポレート銀行で銀行員を13年間した後に、全く専門外の業種である、 NTT ドコモに公募で転職するまではサラリーマンが起業家のように全く新しい事業を発想し実現できるとは夢にも思いませんでした正直に言えば上から与えられた仕事をなるべくミスなく効率的に行うことで高い評価を得て給料を上げていくのが目標でもありそのために一生懸命に自分なりに努力をしていたと思いますしかし コーギンマンからドコモに転職をした際に、この考え方を180度転換しました。正確に言えば、せざるを得なかったのです。私は NTT ドコモで ICT のノウハウが全くなく、部下が話している内容すらわからない状態から出発し、お財布携帯クレジットという、携帯とクレジットカードを融合させた世界初のサービスを発案し、 約4年ががかりでで実現することができました当初は社内でもほとんどの人が反対もしくは興味がないという状況でしたが最終的には多くの人たちの協力を得ることによって今や1000万人以上が利用するサービスを生み出すことができましたそして現在ではお財布形態は至るところで利用できるようになりました 技術もわからない1階のサラリーマンが考えたことがまさか本当に実現するとは思わなかったというのが本音です。その後海外のメディアで「ミスターお財布形態」として紹介され各国の国際会議での講演などの依頼を多数もらいそれが縁で現在はハーバードビジネススクールで26歳という最年少で准教授になったアンドレイ・ハギウ博士と共に 戦略コンンサルティング会社を経営していますまた多くの著書を執筆しハーバードビジネススクールや大前健一先生のビジネスブレイクスルー大学院大学沖縄大学大学院などで教壇に立っていますそして萩生博士とともにさまざまな企業や事業の事例研究ケーススタディを行った結果そこには ある共通の思考法があることに気がつきました。私自身の実体験と多くの企業の事例をもとに導き出したのが本オーディオブックでご紹介する新プラットフォーム思考です。私がこの思考を強く進める理由は誰でも実践可能であること。そして現在成功している企業の多くがこの新プラットフォーム思考に基づいた プラットフォーム型ビジネスをしている企業だからです。